ちょ、かわいそうやしね。第51問、その場だけとかやったらあれやけど。え？なに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 ？え、てかさ、この右側の人たちめっちゃ視線、怖、同じ方向を見よるんやけど。第52問。ビーコの決めルージュ。めっちゃ視線。いいやろ、羨ましいやろ。かわいい子が肩にもたれかかってきて。第53問。泥水跳ねたー。第54問。お兄ちゃんお腹すいた。お兄ちゃんがなんとかするから頑張るんだぞ。何これ、阿弥陀大会決勝、勝った方が生きる食べ放題。線は書いても書かなくてもいい。え、いや、これはだってあれやろ、一本引いてないよね今の。第55問。なんそれ、どういう状況、こっちにはまれ。そこ以外ないよね。完成しとるやろ、あれ。ほんとやんわりと読めてるっぽい。ほんとやんわりと。読めてるのか、それ。でも読めてるって言われてるから大丈夫よね。読めてないじゃないけん。第56問。久しぶりに脳内占いで君のを見てあげるね。わー、楽しみ。何？あー、びっくりした。は。は。第57問。ねえ、すごくない？ねえ、聞いてんの？何何何？そしたらあれ、小学生くらいの子かな？ねえ、聞いてんの？聞いてるよ。聞いてるから、うんうん、あ、そういうことね。聞いてる、聞いてる。すごいかわいそうでしょ。うんうんうん。聞いてるって。聞いてるってば。第58問。まあ、でも本人の方向いてあげんかったら聞いとる風じゃないけどね。うるさ。そ。そ。じゃ、さっきのはね、完璧に消してしまったけん。第59問。さあ、正解すれば1000万円獲得です。予算がない！日本一高い山は、予算がないって言われてもこれ番組で放映しようやろ。富士山って言うでしょうよ。予算がないって言われてもね、用意しとけ。第60問。だってそれはね、今日は彼女とデートだ。なぜ牛？いや、ここは寿司に行ってあげよう。じゃないとね、ちょっと、かわいす。そんな状況があるのかって感じだけど。そこはかとなく読めてるっぽい。第61問。え？怖い。ああ、なるほどね。そういうことか。は。とりあえず鶏さんのところに卵が行かないように。でもさっきからめっちゃ目の前を流れ寄るけどね。ああ、私の子ってなるんかな。第62問。お手を拝借。はっ。よーって言ったら手を、言ったら手を叩いてる。まどういうこと。それはちょっと。第63問。くそ、引っ掛け。お前の弁当温め中。あ、なるほど。はい。それは避けますよ。で、別の人、並んどったらね、別の人の会計。それはちょっとコンビニ店員ですから。第64問。イエーイ！え？なに？なになになに？コール&レスポンス行くぜ！イエーイ！ラブ&ピース！は、イエーイ！Yes, we can not! できんのかい。イエーイ。でも街割れで棒立ちのあいつもどうなん。第65問。今日は彼女とデートだ。これやん、ガンダム彼女。ロボットアニメ行くか。これはもう大好きすぎてコスプレしとんやろ。
く。そこはかとなく読めてるっぽい。そこはかとなくってさ、評価高いよね。多分。多分。そんなちょっと黄昏ないで、ニワトリさん。第66問。え、これはちょっと、何、どうすればいいの？どういう状態？こっちに移りますね。でも後ろに人がおるとかそういうの判断できんけんな。集中しとったら。第67問、しかもあんな髪型になることないし。順番に乗り込んでください。いやでもかっこいい方に乗りたい。第68問。おー、ここ合わせんとさ、逆にちょっと恥ずかしいってなるよね。第69問。あ、これは、そっちかな。受け取るのは。なるほど。でもちょっと、挟んでやってほしくないよね。パシって取って、あ、あなたじゃないって言われても。いや、邪魔なんですけど。秒で。何見せてくれてんだ。程よく読めてるっぽい。うん、この感じ好き。ちょっと前失礼しますね。第71問。どすこいどすこい。あー、押される。ちょっと演技ぐらいしろよ。第72問、さっきもしなかった気のせいか。これは。ちょっと待って、逆だわ。はい。あー、ちょっと待って。はい。ちょっと待って。これめっちゃ恥ずかしいやつ。でも絶対リアルで自分でやってもああいう感じになりそう。第73問。明日は彼女とデートだ。明日の受験で俺の人生が決まる。明日の武道館ファーストライブ、成功しますように。台風来てんじゃねえぞ。えい、消えろよ。消えろよ、台風。どうなの？大丈夫なの？それ、無事なの？第74問。あ、かわいい。はい。ほう。ほうほう。あ、いいね。楽しい。めっちゃいい。待って、なんか後ろでギターとか弾きよる人たち変わってなかったけど。第75問。はい、ごめんね。これは、何？これあれかな？ライトのやつかな？なんて言うんやっけ？サイリウム？なんとはなしに読めてるっぽい。ちょ、これ読めてなかったやん。読めてないっていうか、これはあれやけん、ちょっと。反射神経とか運動神経とかの問題やけん。できてなかった。あとリズム感と。第76問。お、仮想大会。てれれれれ。あ、なるほど。今ので赤線を越えたってことか。第77問。このメンバーの中で私が一番綺麗だと思う方はスイッチオン。誰よ、見えんし。わからんけど押しといてやるわ。第78問。でも自分でああいうこと聞く人はちょっとな。押すなよ。絶対押すなよ。ドン。頭からそれは熱い。それは熱い。第79問。あ、熱くない。いや、慌てて出てこい。わー、熱い。やめてくださいよ、もう。わー、熱い。ほら、なんなら早く出て。やめてくださいよ、もう。氷の方まで行けよ。第80問。業界に詳しいエコさん、かっこ仮名。なんだって何？ちょっとよくわからないけど。程よく読めてるっぽい。最後のあれ、何？どう空気を読めばよかったん？別に、あのまんまでいいんじゃない？何？普通に業界のことについてインタビュー受けうる A さんってことやろ？
第81問。アイドル B 子ちゃんが始球式を行います。来い。は、あ、あ、でもさ、ここは打ちたかったな。第82問。おー。これ帰ってくるやろ。そっち？またそっち？はい。こういうの成功したらめっちゃ気持ちいいよね。中学生の時にさ、文化祭でやったよ。文化祭？体育大会で第83問。まもなく山頂だ。ドキンドキン。何？何何何何何をしてあげたらいいのこれ。え？何？なんかしてあげるようなことあった？わからない。第84問。私スキー行ったことないけんわからんねよね。これは死んだふり。私は、ね、でもさ、こうやってどうなん？なんかさ、実際に熊に会ったらさ、死んだふりとかしとる間に、本当に食われたらなんか嫌やん。逃げそう。逃げそう。私怖いもん。寝て待ちよるだけとか。第85問。はっ。ちょ、女の子。逆におっさんの顔とか撮ってやったら程よく読めてるっぽい。いや、あれはクマがちょっと空気読んでくれたけんね。あ、死んだふりしてるってことは手を出さない方がいいのねみたいな。はい、第86問。これシートベルトつけれてなくない？ここよ、ここ。ほらほら。じゃ、股に挟んどる場合じゃないよ、シートベルト。え？え？第87問。この問題わかる人？じゃあまあ、自信満々の君。やっぱ、ああいうのって、手あげるんやね。第88問。まあ、私もわからんくってもあげよったけどね。ほっ。ほっ。え、これは空気とかじゃなくってさ、普通に気になって見るよね。キャー間に合わんかと。え、なんか UFO 現れたんすけど。UFO 見るよね、それは。第89問。おう、UFO。いや、だってさらわれたくはないもん。さらわれてね、なんか IC チップとか埋められるかもしれんし。第90問。さらわれてる！質問にイエスなら手を挙げろ。ふんふん。ノーなら手を下げろ。ふんふん。地球を滅ぼされたくなければ空気を読め。ふんふんふん。お前は地球人か。イエス。地球を滅ぼされたくない。イエス。地球を滅ぼされたくな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 い。ん？わからない。おとといの明日はあさっての先おとつい。何言ってるかわからねえ。お前は痩せているか。ノー。ここで何かを見たか。見てないです、何も。秘密は守れるか、イエス。てか、まず死にたくないから。痒いところはありますか？別に。お前に地球を守るヒーローをやってもらう。嫌です。嫌です。ほんとやんわりと読めてるっぽい。いや、もう地球がどうこうとかより自分が行きたいです。まあ、そこはね。第91問。キャー、助けてー。何覗いてんだ、誰だお前。誰だお前。
ちょっとわけがわからない。第92問。なんでやねん。アホちゃうか。やっぱり、寄ってあげるべきなのか。って、いかんのかーい。第93問。議題、あのバンドの今後の方向性、解散、ボーカルソロデビュー。いや、そんな議題ね、ほっといてやれ。でも、こういうのさ、ここ以外通る場所ないときあることない？私も大学の授業とかでめっちゃ思うときあるけど。この真顔感ね。愛し合ってるかーい。イエーイ。その熱でーす。イエーイ。3人ソロになっても応援してくれー。イエーイってなるよねこれ。なるんすかみたいな。まあ、事前に発表されとったらあれやけど。第95問。でもこれは私何もしてあげんと思う。自分が熱かったら開けるけど、人が熱い、多分そこまで見てないと思うよね。てか熱い人が開けることない？ほんとやんわりとやめてるっぽい。いやなんかね、逆になんか、うんって感じやん。第96問。今日は絶対に座るぞ。座ろ？あ、私、ちょっと間開けたい。間開けて座りたい。あんなに間があるときにね、知らん人の隣はちょっと。第97問。暇だな。久しぶりに惑星でも襲うか。そんなノリで。ヒーローいない方行こうよ。ちょっとね、ま、自分が怪獣だとしたら。第98問。おるやないかい。いやーやめてー。てか、デブいな。絶対こいつ動けんやろ。第99問。え？久しぶり。来てくれたんだ。空気読みスタッフ？何？ずっと会いたかったんだよ。もっと強く手を握ってて。音うるせえな。懐かしいな、この感じ。何この音。心霊写真をしゃべってくれたよね。あれ、携帯で待ち受けにしてるんだよ。やだ、そんな人。一緒に行ったライブ、楽しかったな。彼女これ。牛とデートしたことあるでしょ。全部知ってるんだからね。この音の間抜けさが気になるんだけど、もっと一緒にいればよかったな。怪獣って本当にいるんだね。私潰されちゃったよ。潰されたの？大丈夫？大丈夫じゃないけんこうなったんかな。私と初めて会った日覚えてる？あなた優柔不断だから、私のことは忘れて、早く新しい人を見つけてね。なんか涙が止まんない。空気読めなくてごめんね。え、何？気弱でも、なんかこれ赤い剣さ、何かしらあるってことなんやろうけど。いつも周りの人に気配りできる。優しいあなたが大好きだったよ。でも空気なんて読まなくていい時も。あることを忘れないでね。お産でいいってことかな、これは。ありがとう。この空気感を大事にして、先々読んでんじゃねえよ、みたいな。さようなら。死にたくないよ。なに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 。死んだの？ああ。第100問続いてる。え？なるほど。
会社名ね。なんとはなしに辞めてるっぽい。そこまで、そこまでひっくるめての。あ、でも、ああいう感じで、何、こう、エンドロールみたいな流れたらね、なんか面白いね。退屈戦で済むみたいな。そういうとこ空気読めとんやな、きっと。はい、総合結果、空気読み、どう？お役目が最も高く、リアクション芸人級。リアクション芸人級やって、私。何お役目って。そん次負けない心。負けない心っていうのは、自我が強いってことですか？で、一番低いのが、まあ、ウィットさと応用力。うわ、応用力ないわ。なるほどね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、一応これはなんか、こう100問答えての最終の結果を出す診断ゲームらしいんやけど、でもまあ、間のね、普通に一問一問も楽しかったし、空気、まあ、すべて読んでいく必要もないし、とりあえず現実の自分に寄せてみた。